おはようございます。あらら、お久しぶりですね。お久しぶりです。ちなみに何年ぶりぐらいですか？何年空いたのかな。3年か4年空いたような気がしますけど。一個どうしてもキングオブコントで下ろしたいネタできたんですよ。それができれば8割達成。おあとの2割は優勝できたらいいの。完璧。それいつ頃そのネタはできたんですか？去年の単独ライブで。あ、このネタとこのネタやれたら楽しいやなみたいなのがあったんで。コカド君はずっとうーんって言ってたけど、僕はまあまあ院長これどうせやるんやったらこのネタはキングオブコントでやりたいなっていうのが一回。 TBS さんには借りがあるんで返しに来ました。おもろない4分を届けたんで一回。あの分ちょっとね借りを返しに来ないと。生放送でおもんない4分ってなかなかですから。まあまあそんなこともありつつ来させてもらいました。なるほど。一個心配なのは、あれロッチ古いなって思われるの嫌やな。それが心配なだけで多分大丈夫かもしれない。あれちょっとやってること古いんじゃダメだよな。なってんか4年やってなかったね。やっぱずっと戦ってる人たちと比べたらね、そういう心配はありますけど。あんまり言ってないですけど味みたいなもん見せたいと思います。あ、来ましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったら。またなんか無断で加点取ってはんねん。そうやねん。いいのよ。えいな。キングオブコントはいいのよ。ええな。そういう本やな。いろいろ説明はしておいたから。お願いします。